エルゼラスカー・シューラーエルゼ・ラスカー・シューラー1945年1月22日、エルサレムはドイツ出身の詩人、エルバーフェルトの裕福なユダヤ教徒の家庭に生まれた。父アーロン・シューラーは銀行家であった。ユダヤ系の医師であるようなタンベルトルト・ラスカーと結婚し、一時を出産するが離婚。その後ベルリンで文学活動に入る。同年、ヘルバルト、 バルデンの名前で知られたユダヤ教徒のケーウォルク・レヴビンと結婚。表現主義的な女上詩のほか、小説、戯曲をも作った。文学的出発は、自然主義、有限とシティールの時代に属するが、女上詩では、神、民族、肉親、異性等への愛をテーマとし、自然や宇宙にも通うような、深い動景と、女性的感性によってセキラに歌っている。 現実と幻想が溶け合ったメルヘン風の三文作品と共に内面表彰において新境地を開いた。西方ユダヤ人としての苦悩と人類和解への悲願が生涯の行動と表現の根本動機でもあり、作品には豊かな創造力とユダヤ教に対する深い敬意喜びとが示されているという。オットバルデンには雑誌シュトゥルム氏の創刊の契機を与えた。 気候とエピソードに富む分子でもあったとも言われ、作中男性人物のオリエント風の衣装で、か歩したり、尊敬していた、放浪の詩人、ペーターヒレに習って、定住生活習慣をやめる、などしたことが知られる。1932年、クライスト賞を受賞。1933年、ナチス政権の確立とともに、イスラエルの地に帰還し、エルサレムに永住。 エルゼが生まれ育ったブリエービテルの家他に三文作品が多数ある。ありがとうございます。